書店ガールは青の形による日本の小説シリーズ。書店を舞台に女性書店員のコンビを主人公とする職業エンターテインメント小説である。2007年単行本ブックストアウォーズが新庁舎から刊行された。2012年に PHP 研究所から文庫化される際に書店ガールに解体され、シリーズ2作目からは単行本を経ずに文庫化されている。 2012年から2018年にかけて文庫本全七巻が刊行された。累計で50万部を超えるヒット作となる。舞台は東京の吉祥寺の書店だが、3作目の託された一冊では、主人公の一人の西岡道子が仙台市の老舗書店のリニューアルを任されたこともあり、東日本大震災の被災地である仙台市や東松島市がもう一つの舞台となっている。 4作目のパンと就活では、主人公の一人の宮崎彩香が、沼津市出身であることと取出市に出展する、店の店長を任されることから、沼津市や取出市が舞台として登場する。青の K の少女作、やめない理由に次ぐ作品が、海外前のブックストアウォーズである。やめない理由もワーキングマザーを使った女性が、主人公の作品だったが、2作目でも働く女性が、 主人公の作品を書こうと思っていたとのこと。また、女性二人の相棒ものを書きたいというアイデアはあった。だが、ごく一部の例外を除いては、男性が主人公で不満だったと答え、女性の子としての存在が評価されないことの現れへの意見提起の意味合いもあったとも語っている。テレビドラマ化については、静岡書店大賞映像化したい。 文庫部門で対象に選ばれてから5日後の出来事で、キャストや脚本家などが次々と決まり、壁屋にとってすごい知らせが次々と届くことに呆然とするばかりであったとのこと。4作目で主人公を交代させたことについては、3作目で未知子と秋が売り場という現場から離れたことから、主人公を変えてもう一度書店の現場の話を書いてみたかったからと答えている。 西岡道子は40歳独身でペガサス処防基地上時の副店長、バイト5年を経て正社員となる。大畑明は27歳で道子の部下、コミック売り場担当店員で取引先の会長の孫で、コネ入社であるために最初から特別扱いで正社員である。道子は自由奔放で協調性を欠き、裕福な家庭育ちで、 幸せを無自覚に振りまく秋を嫌っている。秋も提案にダメ出しばかりで保守的な道子に反発心を抱いている。立場、性格、境遇の違う二人は対立していた。秋は女子スタッフに人気のある同僚の三田と付き合っていたが、半年前に三田と突然別れて、今の夫である一つ星出版の小畑信光と付き合うようになる。それから、 女子スタッフとの間の亀裂が深まって嫌がらせが始まる。秋の結婚披露パーティーでのトラブル。そして、道子と別れた一坪子出版社の柴田が、秋への結婚祝いを小包みで書店宛に送り、送り主の名前を見た道子が、発作的に開封するなどトラブルが重なる。それで、二人の関係はさらに悪化する。やがて道子の店長昇格が決まる。 店長就任の初日の朝に、父親が急病で病院に運ばれる事態になり、美智子は欠勤する旨を電話で、フロア長の旗田に伝えるが、来店した本部の渡辺専務に無断欠勤しているように説明される。本部に謝罪に行った際には、半年後の吉祥辞典の閉店決定と複数の、店員から美智子に人格的な部分に問題があると指摘されていることを告げられる。 みちこは店に戻り、信用している三田に、自分の態度について尋ねてみる。秋と、以前付き合っていた三田から帰ってきたのは、みちこが、明らかに秋に対して、感情的で秋を嫌っている。秋が若くて、綺麗で恵まれた境遇にあることに、女性スタッフが嫉妬している、という予想外の言葉に愕然とする。その後に、みちこから閉店の話を聞いた秋は、 店の危機に一致協力するために、みちこに休戦を提案し、みちこも承諾する。そして、店長会議に出席したみちこは、新店長としての挨拶の際に、売り上げ目標を掲げて、店舗存続のために努力することを宣言し、社長から目標達成すれば、店を存続させる確約をもらう。そして、みちこと秋たちの閉店阻止の戦いが始まる。みちこは、 スタッフの意見を聞くために面談を行い、業績向上のための店舗改善の提案を積極的に採用していくことから始める。一方の秋は何かやりたい思いで事前の相談もせずに、信光が以前担当していた人気漫画家あがちなにフェア企画について打診して、フェア期間にサイン会やトークショーまでやる同意も得てしまう。この企画が原因で一つ募版社内でトラブルを 起こしてしまう。フェアのサイン会では、あがちの新刊本が一つし出版の圧力によって、直前まで不足する窮地に陥るものの、柴田やスタッフたち、さらに系列他店からの協力でフェアを無事成功させる。またフロアの垣根を越えた共通企画を行うようになり、ブックフェア、吉祥寺を舞台にした作品を開催しフェアは、盛況のうちに終わる。最終的には、 半年間のスタッフ全員の努力と奮闘が実を結び、店長会議で約束した目標を達成することができたので、店の存続を全員が確信する。社長から直々に報告を聞きたいと言われ、美智子は、力ようと本部に出かける。しかし報告への返答は、閉店は覆らないであった。美智子は食い下がるが、ビルの賃貸の問題や、 大型書店の新規出店計画などを理由に話を知り添けられる。なお食い下がる道子は、吉祥寺店は一号店で、会社の象徴だと口にするが、その言葉とほぼと同時に社長が、感情的に口を開き、社長はペガサス書房を仕方なく、父親から継いだことと、ペガサス書房の象徴である一号店の吉祥寺店を閉店させたいという自らの意思を表認し、 道子を退けたのであった。閉店が決定したことで道子は辞表を提出し、書店近くの居酒屋でいた。秋が合流して、自分も辞表を提出したと話す。そして、秋は常連客の星野が電話をかけ直してほしいというメモを道子に渡す。電話をかけて戻ってくると、話の内容は、駅前にできる大型書店の店長職への誘いと、 スタッフを何人連れてきても良いという内容だったと、秋に話す。星野は、九州の有名な大型書店の社員であった。結果としては、閉店になったが、スタッフ全員は、この半年間の道子の精一杯の頑張りに、感謝の念を抱くとともに、自分たちが半年間、目標達成のために働き続けたことから、満足感と達成感を得ていることに気づくのである。道子は、 福岡から進出してきた大型書店、新行動書店にスカウトされ入社。一方の秋も新行動書店に転職し、文芸担当の定員として仕事に励む。秋が推薦していた作品が第12回本屋大賞に選ばれてパーティーに出席していたが、貧血で倒れて病院に運ばれる。そして妊娠していることが判明する。信光は妊娠が判明すると、 今まで以上に、秋に、専業主婦の勧めを押し付けるようになり、秋はこれに猛反発する。店でも秋は、無理しないようにと気遣うみちこたちが静止するのを無視し、仕事を続けようとする。その最中に、信光が、編集長をしているコミック誌、コミックドムでの不適切な描写の掲載が問題となり、回収騒ぎに発展する。隕石のため信光は編集長を辞めることになる。 一方でみちこは、問題のあったコミックドムの置き場を企画ブースに変更し、不適切描写の根幹にある問題を、今一度考える企画として、関連書籍と共に販売を継続させた結果、クレーマー処理に追われることになるが、田代の対応で危機を乗り切る。秋との部密は、精神的なリフレッシュを図るために、森岡へ旅行し、その地で古本市に立ち寄る。 そこでの出来事を通して、夫婦の関係を修復させていき、東京に戻って再会した、あがちたちの助言を聞き入れて、信光は一つ星出版をやめることを決意する。一方の美智子は、清水やペガサス処房時代の常連客との再会を通して、売り場という現場から、距離のある管理者のようなポストにいることに、 違和感を感じたり、かつての部下の大崎と再会して、彼女の勤める店の閉店のことを知り、自分が恵まれた環境で仕事をしていることを痛感する。その後、秋は森岡の古本誌を元ネタに本屋のバザールのようなブックフェアを開催したいと提案。そして、道子が本走して、吉祥寺の代償様々な書店の人たちを説得し、 書店が入居するビルの他のテナント主たちの協力も得て、ブックフェアを開催することになる。フェアのテーマは、50年後に残したい一冊。フェアの準備の最中、田代は、福岡への移動を受け入れる。フェアは無事成功し、田代と道子は互いに別れを惜しむ。秋は産休に入って、子供を産む。その後、事務所の大掃除の最中に、田代が、 フェアのために作成したポップが見つかり、それを受け取った道子は、田代からの思いを知る。道子は、新たに、東日本地区統括エリアマネージャーとなり、三家の、海文堂書店仙台店のリニューアル準備を担当するためにたびたび仙台へ出張する。被災以外に、リニューアルの失敗という問題を抱えていた店を、建て直すため、 別の部署に移動していた仙台のカリスマ書店員の異名を持つ沢村を店の店長代理に任命。旧来のスタッフも店長の帰還に指揮が上がる。一方の秋は半年の産休から復帰したが新たに経済書を担当することになる。経済書売り場の常連客の広瀬とのトラブル、長男の光弘の子育て、自分の産休時に新たに配属された副店長市川の存在。 自分に代わり文芸売り場を任された尾崎の存在、新宿店に併設される本部マーチャン大臣ジング部への移動の話などの大量の悩みを抱え込み、自信喪失気味の上、自分に強い憧れを抱く愛菜に押され、気味になる。海文堂書店仙台店のリニューアルオープンは、盛況で、美智子は沢村が慈悲で、常連客に手紙を送るなど見えない努力をしていた。 ことに驚きを隠せなかった。打ち上げの席でみちこは、沢村が定期的に東松島に通うことを知って、同行を希望する。みちこは沢村に連れられて、東松島を訪れ、斎藤、加山文ふみこらとの出会いを通して、被災地の現状を噛みしめる。そして、沢村が背負う重い荷物の存在を知り、自分も何かと協力できないかと考える。 東京では秋を訪ねてきた岩田が、たまたま居合わせた、アイナにも、新作のゲラを渡したことで、アイナのやる気に火をつける。アイナは、吉祥寺の書店関係者の会合を、吉都独に参加する、宮崎彩香と共に、作品の売り出しに情熱を注ぐようになる。東京に戻ったみちこは、ふみこたちが手作りする、工芸品を店で売れないかと提案し、それに加えて、震災を振り返る。 企画展の開催も提案する。秋は難色を示す市川を説得する。そして震災を振り返る企画展、私たちは忘れないが開催される。みんなが準備に走り回る最中、沢村が工芸品の納入のためとはいえ突然店を訪れる。そして沢村は道子に一冊の本を預ける。秋は本部マーチャンダイジング部への移動を受け入れる。広瀬は 秋の移動を知り口りつつも、秋ならではのまっすぐな接客姿勢を評価し、寂しがる。高梨愛菜は、新行動書店のアルバイト店員で、大学生。周囲が、就職活動に対策を練る中、全くと言っていいほど就活対策をしていないため、大学の友人たちや母などに心配されている。宮崎彩香は、大学2年の時に、駅ビルに入居する書店にバイトで勤め始め、 大学卒業と同時に契約社員に昇格し、書店員になって5年目になる。アイナとアヤカは一つの作品を協力して売り出そうとしたことが縁で、4歳の年齢差と店の垣根を越えて親友になった。ある日、アイナは名前のわからない自動書を探している川西を接客、その自動書を探すため奔走する。家庭文庫を開く磯神らの協力を得て、 自動書の候補を探してきて、川西にその作品を見せる。一方で友人の理科の誘いを受けて、OB 訪問に出かけたが、まだ就活に対する、はっきりした答えを出せないままでいた。彩香は提案したフェア企画を没にされるなどしたため、契約社員の中途半端な、立ち位置と待遇に不満を抱え、二人の正社員の上司に苛立ちを募らせる。そんな中、 綾香の正社員への昇格が決まり、それと共に、茨城県取手市の取手駅の駅中に出店する、新店舗の店長に任命される。取手駅に不安を感じる綾香だが、自分を抜擢してくれたのが不満を持っていた店長の国定であり、想像以上に自分が評価されていたことに驚く。国定がお気に入りの池袋駅の駅中書店を見て、様々な書店のあり方を知り、 取り手行きを前向きに考えるようになる。さらに綾香は、静岡県沼津市に住む、おばのきくが営む、前菓書店のことについて母から相談をされていたため、正社員昇格の報告をするために実家に帰省する。時に、直接おばに詳しい話を聞いてみることにする。沼津には旅行も、兼ねて愛菜も同行することになった。沼津に着いた二人は、きくの店を訪れる。きくから、 前田書店を隣のパン屋の太田の協力を得て、ブックカフェにリニューアルしようとしていると知らされる。あやかは、よそからやってきて、おばと親しくしている太田に、不信感を持ち、その気持ちを払拭しきれないまま東京に戻る。東京に戻ったあやかは、前田書店の店の改装には協力することを決めて、取り手への引っ越しの作業の最中にメールを使って、 キクコに棚下ろしなどのアドバイスを送っていたが、キクコが足を骨折して作業ができなくなってしまったため、ア香は再び沼津に飛ぶことになる。そして、太田の協力も得て、無事に階層回転に備えての本の整理作業を終えた。その時には、もうア香の太田に対して抱いていた。不信感は消えていた。アイナは、太田と接したことによって気持ちに整理をつけて、 書籍関連の業種に就職したいと決めて、バイトと就活に励む。アイナは、ブックフェア、就活を考えるを企画し、フェアを節目に就活に専念することを決める。そんな節目のフェアに、大学の同級生の春夜が現れ、アイナは春夜に対して密かに思いを寄せ始める。宮崎綾香は、茨城県取出市の取出駅構内の駅中書店、本の森の店長となり半年経過。 しかし売り上げは悪く、昼間はワンマンオペレーションで気を休める暇はない。そのため昼間のシフトに入れるアルバイトスタッフを募集、消去法で面接時に自らニートであると認めた田中剛を採用する。ある日、ライトノベルを探す高校生の客と接して品物を取り寄せることとなり、品物を融通してもらうため、柏市の系列店に行く。 柏店の品揃えはラノベなどに力を注いでいて、店長の戸塚に、客層にあった品揃えについて意見される。別の常連客からは、文芸の品揃えの偏りを指摘され思い悩むが、親戚の法事で、沼津から茨城に来ていた大田栄治のアドバイスにより、地域に根差した品揃えに特化することを決め、あやかのこだわりだった文芸棚を、 ラノベは愚かボーイズラブなどのライトな読み物を置くことにしたため、アルバイトスタッフからも驚かれる。大畑信光はコミックで有名な出版社教学館の新興ライトノベルレーベル、疾風文庫の編集長となり、レーベルの PR と新人作家発掘のための新人賞を企画。対象と佳作の候補も決まり発表の日を待つばかりというところにいたが、 佳作受賞者が別の大手レーベルの新人賞に別名義で応募していた作品がより良い賞を受賞したため疾風文庫の賞は辞退したいと言い出し留意に奔走することとなる。さらに、信光の部下の松江和幸が担当作家に断りを入れず構成を加えたゲラがそのまま出版物になり、作家から激怒されるだけに止まらず、ネット上でも 原稿書き直し事件と揶揄され炎上騒ぎとなり、挙句の果てに一部の作家からも疑心の目で見られるようになるなどの事態を引き起こし、疾風文庫は存亡の危機に立たされることとなる。信光は新人賞の対象作家、原光一の担当となり彼の住む取り手に通うようになる。ある日駅の書店に疾風文庫の新刊があることに気づき、事情を聞こうとして、あやかに話しかけ、 秋という共通の知り合いがいることを知り、鳥出出身の新人作家の売り出しで協力しようということで話がまとまり、後日、綾香と信光と原が顔を合わせることになったが、その場面で原光一が田中剛とバばれる。しかし、下積み時代に生形が立つまで本に携わる、仕事として、書店で働くことは珍しいことではないとし、良い宣伝材料になると考えるのであった。 綾香も常磐線沿線の系列店と協力し、田中の作品を売り出そうと動き始める。東京に戻った信光は、秋の後輩にあたる、新行動書店吉祥寺店ラノベ担当で、ラノベの売り上げに少なからず影響を与えると言われる、書店員、近藤和馬を訪ねる。近藤は、書店員に宣伝をやらせようとする出版社のやり方に、素直に苦言を呈するが、 作品に罪はないとして、田中の作品のゲラを受け取る。そして、田中のデビュー作、鋼と銀の雨が降るが発売されると、新人では異例の反応が読書メーターなどのネット上で参見されるようになる。背景には、信光たち、綾香たちによる売り出しの様々な企画のほか、田中の家族の動きや取り手のバイト仲間のバックアップもあったと言われ、 さらに進行堂の混同の動きがあったからこその新人では異例のヒットにつながったのであった。出版を記念したパーティーが開かれ、最後まで残っていた田中の父の間にあった溝を埋める。ペガサス書房基地寺辞典一つ母子出版、ペガサス書房本部その他進行堂書店、道子の周辺人物、秋の周辺人物その他の人物進行堂、書店開文堂書店その他、 秋周辺の人物東松島関連の人物アイナの周辺人物、綾香の周辺人物、綾香周辺の人物、信光周辺の人物、田中家書店が舞台ということから、新旧様々なジャンルの本が劇中に多数登場する。すべては列挙できないので代表的なもののみを挙げる。戦う。書店ガールのタイトルで2015年4月14日から6月9日まで、 関テレ制作、フジテレビ系、火曜十字枠で放送された。主演は渡辺真由と稲森泉の二人。原作との相違点として、原作では秋は27歳の新婚で、夫が出版社の尾畑という設定だが、ドラマでは23歳の未婚の設定になっている。草加や,やラブなど、ドラマ独自のキャストも登場する。その他の人物設定も変更点が多く、 特に、三田、萩原、尾崎の人物設定は、原作から大きく変更されている。書店内のシーンの撮影は、実在の純駆動書店、吉祥寺店で営業時間外の深夜に行われた。当初は、全10話を予定していたが、停止調律の影響により1話短縮され、全9話となった。2015年9月16日に、番組 DVD ボックスが発売された。 ペガサス処防吉祥寺店、典、ペガサス処防本店一つ星、出版沖縄料理店、わらゆんユニコーンその他ゲスト第1話第3話、第4話戦う。書店ガールに関するカテゴリー、ありがとうございます。